select your character. The wheel of fate is turning. Rebel One, action! おかしかった。どうなっているの？ The wheel of fate is turning. Rebel One, action! Overcome!
世界中の人が私を殺そうとしているの。まるで以前レイチェルさんに連れられていた、あのようなだけど、ひどくずっと規模が大きい。こんなことができる人なんて。あれってもしかして、やっぱりマコト。どうしたのマコト、なんで急に。うるさい、全部あんたのせいだ。あ、私はみんなのためにあんたを倒す。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. こまっている。剣、ここから剣、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 このまま、ストライク、こまっている、ストライク、こまっている、早く私一人じゃここから出ることなんて。とにかく手がかりを探さなきゃ。もしかしたらレイチェルさんも来てるかもしれないし。ごめんね、マコト。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1.
アクション剣が飛ぶとき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 やろう
く見つけたわよ、ノエル。ずいぶん探したわ。ツバキ！ううん。きっとあなたも。もう諦めなさい。あなたの持つ神殺しの力、私は必ず封印してみせる。やっぱりそうなんだよ。まことだけじゃない。ツバキ。相変わらず悪趣味ですね、ユキトリに。何をごちゃごちゃと。あなた自分の立場を理解しているの？どれほどの人間を不幸にすれば気が済むの？ツバキがこんなこと言わせるなんて絶対に許せない。さっきから何を言っているのか知らないけど、人間の良しに、この私が運動を渡してあげるわ。 The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. セット、ドレッド。はい、こちら。放出して。ファーマセリクス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 。ダイビの時は終わりました。見えた。見えた。見えた。カウンター。カウンター。はまだ。セット。放出。破壊。崩壊。ちょっと排除。セット。ちょっと倒れない。待ってたぜ、ノエルちゃん。そんな、どうしてカグラさんがここに？君が釜に向かってるって情報を部下から聞いてな、先回りさせてもらった。つまりカグラさんが私を狙ってるんですか？おいおい、わかってるだろ。あれだけのことをしたんだ、今さら覚えがないとは言わせねえぜ。だけどこれはそばにいながら気づいてやれなかった俺の責任でもある。だからここで俺が全てのケリをつけてやるよ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. 排除、破壊を助ける。
ション破壊放出速度破壊崩壊破壊解除みんな倒れろ明治ジャンプが作る後悔するだろ勝ちなし勝ちきる絶対喪失絶対ふざけてやがるのか私はこの世界に記憶がないんですお願いします私は一体ここで何をしたんですかとぼけるのもいい加減にしろよお前はお前は今や死神に代わる史上最高額の SS 級反逆者じゃねえかジン・キサラギとラグナザ・ブラッドエッジを倒しさらにほとんどの階層都市を一人で壊滅させたお前の話を今更誰が信じるそんな私がラグナさんやキサラギ少佐をおい妙な芝居はいい加減にしろよ世界の悪の象徴だ悪の象徴私がお前に罪のない人間が何人やられたと思ってるジンジンやレイチェル嬢が今のお前を見たらなんて言うかレイチェルさんそうだカグラさんレイチェルさんの居場所は分かりますかきっとレイチェルさんならこの場を何とかできると思うんです何を言ってるお前が真っ先に手にかけたのがそのレイチェル・アルカードだろう嘘レイチェルさんが私はそんなことこれでわかったあなたの存在は人々に絶望を与えるようやく会えたわね、ノエル・バーミルン。私は何？はじめまして、になるかな？ナインって、六英雄は？私のことは知ってるの？ええ、よく知ってるわよ。そう、ずっと会いたかった。だから私はここで、ずっとあなたを見ていたのよ。ここはあなたが仕組んだ場ですか？いいえ、この世界は場ではないわ。ノエル・バーミリアンが生み出した現実の2つ、
と言えばわかるはず。私が生み出した？何をバカな。本当はあなた気づいていたんじゃない？この世界の違和感、ここが現実だということ。そんなこと。まあいいわ、どうせあなたはすぐに身をもって知ることになるのよ、現実の絶望と一緒に。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action! なら好きにしなさい。だけど気が変わったら私の言葉を思い出すといいわ。もしあなたがこの世界を拒絶するのなら、世界が滅びを迎える前に帝、いいえ冥王イザナミをその手で倒しなさい。それこそがこの世界から逃げ出すためのたった一つの方法よ。